ヒゴクサカレックスジャポニカは、カヤツリグサカスゲ属の植物の一つ。コボから出るメシベが長くてよく目立つ。多年生の総本で、まとまった株は作らない。細長い保腹形を多数出しまばらな集団を作って、生える。草丈は20から40センチメートル。葉は幅2から4ミリメートルで家系と、同程度か、より長い。基部の鞘は、単行褐色。 葉の仮面は多少とも子を吹いたような白になる。下記は4から7月。下女は頂きこぼが優勢で、柄がある。側こぼは姿勢で1から3個あり、下のものほど離れてつく傾向があり、長い柄があって、先がうなだれる。側こぼの基部にあるツとは、鞘がなく、養上部は、針状のものもあるが、発達した養上で、長さ7から15センチメートルにまでなる。 長生のオスコボは、千柱形で、長さ2から4センチメートル、長い柄がある。オバナリンペンは褐色を帯び、先端は鋭く尖る。姿勢の側コボは短い柱形で、長さ1から2センチメートル。メバナリンペンは、下方よりやや短くて、単力色をなし、先端は鋭く尖がるが、短いの儀で終わることがある。下方は、卵形で、 長さ3.5から4ミリメートル、幅は0.9から1.2ミ、mm、リメートル。両の間には5から7の脈があり、表面は滑らか。先端の方は長いくちばしになり、その先端の口は小さな2歯となる。また、木部側はわずかに柄状になる。痩せ皮、下方に緩く包まれ、東卵型で、長さ1.8から2ミリメートル。中東は3つに分かれて長く。 また、開花後も長く残っている。めしべの花中が白くてとても長いためによく目立ち、開花時の様子はかなり得意なものになる。和名は、ひご草と思われるが、意味不明である。牧の原著には、ひご草の意味ではないのになぜひごというか不明とよく、わからない記述がなされている。その上で、最初の最終値がひごであった可能性が示唆されており、また別説として、 細い茎が竹肥後に似るのでくじ草の意味ではないかと説明している。北海道、本州、四国、九州に分布し、国外では朝鮮半島と中国から知られる。低山地や丘陵地の半日陰のところに出現する。植生体としては、シーカシ帯からブナ帯までまたがり、比較的普通に見られ、草原や臨床だけでなく、道端にも出てくることがある。 ヒメシラスゲブシセクト、マリキアリーに含まれる。この節には、シラスゲやヒメシラスゲなど、普通種も含め、日本から7種ばかりが記録されている。それらを含めても、本種は短い中上のメスコボが垂れることや、下方のくちばしが長く尖るところ、メシベが、開花カジも花子にもよく目立つことなどで区別は、比較的容易なものである。 よく似た名前の絵なしヒごクサシーアファノレピスはその名の通り、本種に似るがメスコボに柄がなくて、頬の器部に直接にくっついて出て、それに垂れない。またメシベの中等がさほど長くなくてやどいましない点も異なる。そのために区別は難しくないが、その外見も分布域や生育環境も似ており、時に混在して見られることもある。ただし、 この種の方が少ない。開花中の家系メスコボが白い中等に覆われる小柄な野草であり、特に利害はない。ただし、若干の干渉価値が認められることもある。スゲ族の花は、花弁もない風媒花であり、目に留まりにくいものが多い。ただしその開花時期が往々に早春であり、他の花も少なく草の葉も茂っていない上、開花時には、 おすしべが黄色になってふさふさと伸び出して、それなりに目を引く。姫めかんなどはこれによってこの類の中では人目に止まりがちなものである。しかし国女は、このような解説のもとで数種のスゲの開花時の写真を示しているうち、本種だけはメスコボから、めしべが一面に出ているものを示しており、本種をバ花の型で人目を引く例として取り上げていると見られる。以下、 主として、星のほか、P428 勝山、P306 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 牧の原町、P363 牧の原町、P363 星のほか、P428 国城、P66 勝山、P306 星のほか、P428 勝山、P306 星のほか、P430 国城、P115、 ありがとうございます。